チャオ、ボンジョルノ、トゥッティ。本日はこの、ディベッラっていう会社の、セーメディチコリアと呼ばれる、よく聞く名前だと多分リゾーニと呼ばれるお米の形をしたショートパスタを使って、あとはこの水耕栽培のバジルとトマトと、玉ねぎ、あとはパルミジャーノ・レッジャーノ、トマト缶とニンニク、これらを使って、トマトリゾットのようなパスタを作っていきたいと思います。デュラムセモリナ粉を使ってお米の形にしたパスタなので、リゾットに近くなるんじゃないかなと思います。で、実は今回これ使うの初めてなので、ちょっとどうなるかわかんないんですけれども、ちょっと試していきたいと思います。
見た目はとってもリゾットっぽく見えるんですが、今回はお米の形をしたショートパスタを使ったトマトとバジルのパスタになります。先ほど初めて口にしたんですが、お米で作ったリゾットとは全く違い、一粒一粒のショートパスタが口の中でプルンという食感を出してくれます。一つの鍋で簡単に作れますので、ぜひ皆様も試してみてください。また美味しそうだなと思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、チャオチベディアモー。